体重100キロバツイチ小町 MC 森谷です。本日の駅前リポートは滋賀県大津市にあります京阪電車追分駅にやってきております。見えにくい、はい、見えにくいです、すいません。もっと駅に近づきたいんですけども、今ですね、空は残念ながら非常に雨が降っております。結構ね、もうなんか上ね、テントなんですけども、もうかなり雨の音がパツ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 聞こえてまして、雨宿りな感じでですね、駅前にあります、このね、この場所、このね、この場所、まあ自販機があったりとか、電話ボックスあったりしますけども、ここにね、ちょっと雨宿りでいたわけなんですが、後ろね、タバコって書いてますけど、元売店だそうです。今はもう残念ながらもう閉められたそうで、やってない人なんですけど、今このベンチに座らせていただいておりました。喫煙所もありまして、タバコ吸う方のこうオアシスなんでしょう。ただこの椅子が今座ってたけど、かなり揺れる。みんな座るものなんで、ね、大事に使いましょう。そして、この駅前なんですが、ぐるーっと見渡しても、ちょっとね、なんか変わった近代的なマンションっていうんですかね、こう、お宅があったりとか、いろいろしますけれども、お店らしいものはございません。で、この、目の前にあるの、これ店じゃないかと思うんですけども、ここ、元喫茶店でございまして、もう今は、こちらも閉店しているそうでございます。そして、この、見えてるね、この坂をヒューっと下っていきますと、そちらの下にね、駄菓子屋さんがあったそうなんですが、その駄菓子屋さんも、今は、潰れてしまったそうです。寂しい。これも時代の流れなんでしょうかね。まあ、だから、なのでね、このね、駅周辺で何かを手に入れようと思ったら、ここにある自販機が、もう、唯一と言っていいんじゃないかと思います。はい。さあ、そんな感じですけども、ずっと雨宿りしてるわけにもいきませんので、ちょっとね、駅前の方に移動してみましょう。駅前というか、駅自体ね、雨がよく降る。ほんとよく降る。ここが、先ほど看板見せられませんでしたが、京阪電車、追分駅でございます。今濡れてますよ。で、こっちがね、さっき言った坂ね。で、こっち反対に行きますと、この坂はどこへ繋がってるんでしょうね。そして、駅前このところには、看板があるんですけども、飛び出し坊や、滋賀県といえばという感じなんですけども、この飛び出し坊やわかりますでしょうか？独特です。なぜなら、全身タイツ履いております。もう体ね、しかも気になるのはこの襟ぐり、ちょっと襟ぐりが大きいタイプのタイツを着ておりますね。なんかおしゃれなんだかなんだかよくわかりませんが、この襟ぐりはいらなかったんじゃないの？もしかしたら顎が飛び出しているのかもしれませんが、こんな感じの不思議なデザインとなっております。こうやって喋ってても雨に濡れる。はい。で、ここね、駅の中入っていきますと、二手に分かれております。一つは、琵琶湖浜大津石山駅方面。そして、比叡山山口方面と、坂本比叡山口方面。そして反対が、京阪山科地下鉄東西線三条京阪方面となっております。こっちが、琵琶湖浜大津の方面ですね。ホーム。もうすでに、電車乗られる方々が見受けられますけども、結構シンプルな駅ですよ。でも結構ね、ホームの長さは長いんですよね。で、こちら側にはスロープがついておりまして、ま、最近、ま、回ってる駅ですと、駅の上を階段登っていって、反対のホームに行くというパターン多いんですけども、ここは地下をくぐるタイプでございます。はい、駅のホーム見えてますね、これね。結構長いでしょ？はい。じゃあちょっと反対のホームというか行ってみましょうか。この坂を下っていくんですけども、このコンクリートがね、もう、年季が入って味がありますね。夜だとちょっと怖いぐらいですけども。雨漏りしてる。今雨漏りしてたよ。降ってる。すごい降ってる。見えないだろうな。でもこれ、雨漏りしてます。誰かに届け。雨漏り直して。はい。ここ、スロープになってますので、自転車を持ってですね、自転車と一緒にここ降りてこれますね。当然降りるときは自転車から降りてくださいね。で、降りてくるともう見えておりますが、なんとここ壁にはですね、壁画がございます。両サイドにですね、いろんな海の生き物が、ここね、滋賀県なんで、琵琶湖なんですけど、海の生き物がたくさん描かれております。なんか、マンボウっぽいのとか、クジラっぽいのとか、
クラゲっぽいのとか、タコっぽいのとか、イカっぽいのとか、いろいろ言いますけれども、謎の生物もたくさんおりますね。こいつなんかもう何でしょうね。もう、ほぼ寄生虫。もうそういうこと言っちゃダメ。はい、そうね。あっとー、これは危険です。もう食べられそうです。この後ろの魚が牙を抜いています。こいつを食べようとしています。危険ですね。上は何でしょうね。こう、もう、すっごい歯も来たし。でもなんかこう、すごい、もう子供が描いたのかな。お子さんがね、こう、やっぱすごく想像力を働かして、こんな亀なんて大人じゃ描けないでしょう。もうすごいデジタルな感じのね。亀じゃなかったらごめんね。ほら、反対とかも、いろいろ書いてあるんですけども。これもうなんかもうシルエットほぼストレッチマンだもんね。あ、なに、すごくない？これ、これ、ほら、魚眼になってる。魚が入って大きく見える。これ書いた子すごい。ちゃんと見て書いてんの？なんかほら、ね、グラスとか通すと大きくなったりする、そういう感じの効果を書き込んでるんですね。すごい賢い子。ほら、絶対そう。こっちもそうなってるし。なに？すごい、ビビる。画伯じゃない？これ書いた子、天才かも。大人だったらわかんないですけど、すごいですね。そして、ここの魚がね、急にクオリティが高いんですよね。これ大人じゃない？書いてるの。そして上には島が乗っかってますね。夢がありますね。この、ちょっと泳げたい焼きくん風な目をしておりますが、腹の中が透けております。そういう魚いましたね。なんかね、深海魚とかでね。もういっぱいいろんなのが書かれてますけども。で、ちょっとね、荷物があるんですけど、ここ置いておきましょう。左手、今僕が来た方が北出口となっておりまして、市民センターあったんですね。あと小学校。そして南出口、反対の方行くと、国道1号線側に出られるということなんですが、僕の後ろには階段がありまして、これが京阪山科地下鉄東西線三条京阪の方に行けるホームにつながっております。ですが、この階段を登らず、この1号線側行ってみましょうかね。これ絶対大人が書いてますよね。クオリティ高いし、ヨットがいたりとか、だいぶさっきまでと、小なんかがあって、うわ、なんだろう、これ書いてんの。あれじゃない？ G じゃない？多分。将軍。違うかな。それ以外に何の字が当てはまるかな。さあ、アナーキークイズです。皆さんは一体何と思ったでしょうか？わかりません。これも船となっておりまして、ほら、カップルが食事してるんですよ。ね、金髪の女性と、こっち男性かな。これもしかしたら自分の手じゃなくて、この人の手がこうやってはらあーんってやってんじゃない？これね。上からも子供見てますね。ここも女の子が見てまして、ワンちゃんも見ております。そして、甲板では、水平さんがいるんですけども、この水平さん、だいぶ気合入ってますね。ツルツル。ツルツル。でも、すごいのは、ほら、見て、ここに腰がもう見えてるんですよ。もう、しゃがんだらズボンがちょっと下がる様を書き込んで、さっきから芸が細かいのよ。すごいの発見しちゃった。これ多分旗でしょ。ほら、いろんなね。旗があるんですけど、これ、ちっちゃいリボンついてるやつ、これドラゴンボールに出てくるパンティじゃない？これ。すごい。なんでこんなの混じってんだろう。もしかするとそうなってくると、これも全部そうなのかっていう話ですよね。もはや。そしたら、こいつらが覗いてんのは一体何なんだっていう話につながってくるわけですよ。ストーリーがいっぱい出てきましたね。もしかしたら、こいつらが見てるのは、こういったものかもしれない。あ、やめとこうか。はい、じゃあ次行きます。ああ、ほら、ね、ここ、すごい、なんかグラフィティですよ、でもね。ヒップホップだな。違うか。タコ、うわぁ、いい目してるわぁ。すごい、なんかかっこいいな。ちょっと陰影もつけてやって。で、このテカリもちゃんと表現してますよ。上にちっちゃいタコも乗ってて。すごいなぁ。雨降ってる。今外ではもう雨のせいで、この生き物は何だ？
ガチャピン風であり、マクドナルドのグリマス風であり、何なんでしょうか。結構いろいろ対策ですね。そして人が出てきました。めちゃくちゃ陸地。めちゃくちゃ陸地なのに釣りしてる。もう、すごいのけぞって、なんか釣ってんですよ。こう、なんか独特の顔つきだな。こうやってしなった。待てよ、これは。続いてますね。続いてますね。お、鳥が乗ってる。余裕だな。こう来て、まだ続く。お、さっきのタコも通り越して、気づいてなかった。まだ行ける?まだ行く?お、さっきの船も通り越して、すげえ、すげえ続いた。なんか、見つけちゃった。なんと、看板に引っかかってる。根がかりですね。かなり大きい釣り針が、ここへ引っかかっています。これは大変です。あの人たちはあんなにのけぞって釣っているのに、残念ながら、魚は釣り上げることができず、そしてこの看板もここに設置されていますから、一生綱引きしてるんですかね。教えてあげなくちゃ。すごい音が。いやここに、はい、戻ってまいりました。残念ながらあなたたちが釣ってるのは魚ではないんですよ。看板なんです。すごい一生懸命だけど、一生魚釣れないから、もう諦めた方がいいよ。言っときました。車もありますね。行き止まりで。そして、左右に分かれております。右が国道1号線、京都方面。そして左は同じく1号線ですが、大津方面、牛尾ハイキングコース。ハイキングコースがあるんですね。これもなんか、いい感じの効果ですね。いや、まあ、僕はもう階段はあんまり得意ではないので、このスロープの方を登ってみましょうか。さあ、今回のですね、この駅前リポートでやってきてます、追分駅でございますが、追分駅はですね、大津江という、藤娘とか、あと鬼の絵が有名なんですけども、大津のですね、昔から伝わる絵がございまして、その発祥の地と言われております。はい。漫画、もう今や、日本を代表するクールジャパンとしてですね、世界を席巻しております漫画。このルーツをたどっていくと、この大津江も通過していくんですよ。非常にリフォルメした絵が描かれておりまして、漫画のルーツの一つではないかと言われております。なのでね、まあ、ちょっとこの大津江触れてみたい方は来てみるのもいいかもしれませんが、ここ1号線ですね、国道1号線。交通量多い。そして、何もない。何もない。向こう側以上に何もない。何もない。オタクしかございません。だからもう、あれですよ、この駅を利用するときは、もう買い物は全部済まして、そしてトイレもありませんから、トイレも済ましてから来た方がいいと思われます。さあ、そんな感じで、今回ですね、お届けしたのは、滋賀県大津市にあります、京阪電車追分駅ということだったんですけども、まあ、こちらね、来る際は、この高架下の壁画と、そして最初ありました、飛び出し坊やの全身タイツ姿、この二つがポイントだと思いますので、ぜひ皆さん、覗きに来てみてはいかがでしょうか。体重100キロ ×1 小持ち、MC 森屋でした。